はい、こんにちは、たくまんです。とうとうやってきました。カウントダウン。チャプター2、シーズン4のね、ワンタイムイベントは、12月2日水曜日の朝6時に始まるみたいです。フォートナイトのストーリーを作っているドナルド・マスタード氏がね、シーズン4のワンタイムイベントは、これまでにないほど、どでかいものになると言っていましたので、マジでこれは期待していいと思います。ただね、日本時間の朝6時開始なので、自分の場合はね、下手したらワンタイムイベントの途中で仕事にね、行かないといけなくなる可能性があるので、ちょっとビビってます。もしかしたらね、皆さんもワンタイムイベントの途中で学校に行く時間になってしまったりするのかもしれませんね。サーバーが混み合って、ワンタイムイベントの開始時間が遅れないことを祈るばかりです。そして多分ね、ワンタイムイベントが始まるまでにマップの中でギャラクタスに関わるいろいろなマップ変化などが少しずつね、これから起こっていくと思います。これらの細かな変化もね、しっかり考察して動画をアップしていこうと思いますので、フォートナイトのストーリー、フォートナイトのワンタイムイベントが好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では皆さん、ワンタイムイベントを楽しみに待ちましょう。